レネ・ペティトことレナト・ペティト・デ・オリーはフランスダクス出身のサッカー選手。フランス人の父親とスペイン人の母親の間に生まれる。マドリード FC のリザーブチームに加入し、14歳でトップチームデビューした。15歳の頃には、すでにレネはマドリード FC のスター選手の一人となっていた。レネが所属している間、マドリード FC は二度コパデルレー決勝まで駒を進め。 1917年には同タイトルを獲得した。レネはマドリード FC で29試合に出場して13得点を記録した。1917年にレアル・ウニオンへと移り、1918年に決勝でフルス・マドリード FC を破って2年連続でコパデルレイを手にした。その後も1924年、1927年と2度コパデルレイを獲得。 また、アントワープオリンピックにも出場し、準決勝進出を果たした。1933年に現役を引退した。兄であるフアン・ペティトもマドリード FC に所属していたが、1917年のコパデル・レイ決勝直前にフランス軍に加入。第一次世界大戦で怪我を負い、そのままサッカー選手としてのキャリアを終えた。ありがとうございます。